いつもどうもっす、中川ファームです。今日は出生毒をしていきたいと思います。でですね、うちではもう秋に甘く美味しい米になるように種の段階からこういうものを使っていきます。というのは冗談で、うちではこれを使います。テクリ年、まあ、一部の品種を除いてこの農薬を使います。で去年スポルタックという農薬を使っていたんですが、一部噂によると耐性菌が出てきてるよというふうなことだったんで、今年は全てテクリードにします。まあ、やっぱり出生毒を、まあ出生毒の方法はこういう薬剤を使ったものと、あとはお湯につけるというふうな方法があったり、さまざまあるんですが、まあ一番無難なこれでやりたいと思います。で結構本当に見た目がメロンソーダみたいな色なんで、やっぱ農薬の管理気をつけないと、ちっちゃいお子さんなんか間違って口に入れたりすると悪いんで、やっぱ農薬の管理は厳重にしておかないとなというふうに思います。で結構この薬剤は下の方によどみやすいというか固まりやすいんで、一回バケツなんかに溶かしてそこから移したいと思います。で処理方法はこれを200倍液で24時間つけるという方法と、あとは飛沫処理、まあ、種にこの原液をまぶすみたいなやり方、あとは吹き付けなんかもあるようです。まあ飛沫処理もいいのかなっていうふうに思ったんですが、やっぱまあ例年の通り24時間浸すという方法にやりたいと思います。でメーカーのサイトでちょっと見てみたんですが、一体どの処理方法が一番効果あるのかなと思ったんですが、まあどれもそんなに差はないようです。まあこのままボチャンとつけると中の方に染み渡らないかもしれないんで、よくゆすぐって入れていきたいと思います。ゆすぐってとか標準語で言わないかもしれないです。ゆすぐっては多分この辺の方言です。だいぶなまらないように頑張って喋ってるつもりなんですけど、やっぱ編集の時見返すとだいぶなまってますね。なんであんまり無理しないでこの辺の言葉でできるだけ喋ろうと思います。があんまり本気で喋ると全部テロップを打たないと全く伝わらなくなると思うんで、それも編集でめんどくさいんで、なんで結局頑張ってみんなできるだけ分かるような言葉で喋りたいと思います。ちなみになんですが、この種は全部 JA から購入したものです。こういうふうな検査に合格したものですというふうに書かれています。まあ、こういう種は種専用に栽培してる人がいて、でその種の管理は非常に厳重なものだとは聞いています。で周りの補助にこう病気が絶対つかないようにとか、そういうふうな管理を求められるそうです。まあ、自分で稲刈りした後乾燥させてそのもみを保存しておいても、自家採集のものも、まあ、芽は出るんですが、やっぱり何年もしてると違う品種が少し混ざってきたりとか、あとやっぱり病気になる可能性なんかもやっぱりあるので、うちでは毎年種子更新をしています。まあ、そして全部一袋ずつ番号が書いてあるので、これは稲刈り終わるまでというか1年シーズン終わるまでこのまま保存しておきます。まあ、もし何かあった時にはこの番号に問い合わせて、どういうことだというふうに、まあ、クレームではないですけど、そういうふうに問い合わせるための、まあ、必要な番号なんで、この袋は取っておきます。これは私が休憩の時に飲みたいと思います。まあ、すごく薬剤の色とメロンソーダ似てるんで、それではいただきます。乾杯。美味しいです。